はい、皆さんこんにちは、フラワーディストシンです。今月号の How to do がは5月号ということで、母の日のね、母の日に向けたアレンジメントを制作していきたいと思います。まあ、母の日といえばもちろんこうカーネーションってくるんですけれども、そのカーネーションっていう花はやっぱりちょっとぼってりしていて、なんかこう動きがあんまりないお花ですよね。なのでそのカーネーションに僕はね、やっぱり僕らしく枝物で動きをつけていきたいと思います。そのね、枝物のこう入れる順番っていうか、そのカーネーションを入れて枝物を入れるとか、枝物を入れる前にカーネーションを入れるとか、そういう順番があるんですけれども、その順番がね、ちょっとやっぱりポイントになってくると思いますので、ぜひそのあたりを見逃さず見ていてください。では、ね、早速いってみましょう。どうぞ。はい、それではアレンジメントを始めていきたいと思います。こちらね、まずサンゴミズキを刺してみました。太いサンゴはこう月枝ではなくて後で添えてあります。このように、何でしょうね、サンゴミズキ、太いものを軸の部分を捨ててしまうんではなくて、ちょっと細いものに添えることによって、なんかこう強いフォルムを作ることができますから、ちょっと曲がりがある太い枝なんかは取っておくと、使えるアイテムだと思います。ぜひ活用してみてください。はい、ではまず最初にこちらのダリアのレッドルピーを入れていきます。はい、こちらでダリアのレッドルピーが入れ終わりました。では次にこちらのカーネーションのね、ブラックアイを入れていきます。はい、こちらでカーネーションのブラックアイが入れ終わりました。はい、では次にこちらのディグタムナスをね、アレンジメントに入れていきます。はい、こちらでディグタムナスが入れ終わりました。この葉っぱが入るとこうすごくアレンジメントが可愛くなりますね。はい、では次にですね、こちらのブラックのね、スカビオサをアレンジメントに入れていきます。こちらはね、まあ、ほぼこうマスで入れていきます。はい、こちらでこれブラックのね、スカビオサが入れ終わりました。はい、それでは次にですね、この向かって右側にですね、このサンゴミズキで花に、なんていうんですかね、動きをつけていきます。はい、こちらのこの向かって右の部分のサンゴミズキがこちらで入れ終わりました。はい、それではこちらのスカビオサのレッドをですね、アレンジメントに入れていきたいと思います。はい、レッドのスカビオサが入れ終わりました。こちらで完成となります。では作品を持ってみてみましょう。こちらのアレンジメントはいかがだったでしょうか。母の日というとやはりね、カーネーションがメインとなる日なので、どうしてもこうマスデザインの、動きのないアレンジメントになりがちなんですが、まあ、こういうね、枝物とか葉物を使うことによってものすごいこう躍動感のあるアレンジメントに仕上げることができます。ですから、まあ、母の日だから丸い可愛いアレンジっていうふうに決めつけないで、ちょっとこういうね、
動きのあるアレンジメントにチャレンジしてみてはいかがでしょうか。またね、母の日のこう見方というか、母の日のアレンジの仕方がどんどん変わっていくと思います。それではまた次回、いろんなテクニックを皆様に紹介していきたいと思います。またお会いしましょう。 See you next time.